はい、ではですね、今日はこちらのビッグスパイダーマイクロという雲の形をしたワームでやってみたいと思います。まあ雲の形なんですけど、多分カニに見えてくれてるはずです。なんか甲殻類系のワームって基本的に細長いエビ系のものが多いですよね。でも実際に食べてるのって割とカニが多いと思うんですよ、こういう岸近くの場合は。なので、ちょっとね、平べったいカニっぽい形のやつを使ってみようと思ったわけです。さあ、その効果やいかに。まあテトラなんでね、そんなに遠投することなく、周辺を探っていくって感じにしましょう。穴釣りをするのが一番いいんですけどね、根がかりの発生率が高くなるんで、僕はちょっとキャストしてテトラの、周辺を狙うっていう感じにしましょう。で、活性が上がってくると、根坂も出てきますんでね、もうちょっとした日没になっていきますので、完全日没になる瞬間にぐらいにね、活性が上がるはずなんですよ。よっしゃー、イエーイ。あ、これタケノコメバルですね。来ました。雲の形をしているけども、多分カニと思ってくれたはずですね。タケノコメバルです、イエーイ。じゃあね、続きやっていきましょう。テトラでやってますのでね、ちゃんと滑りにくい靴を履いて、ライフジャケットもつけてね、安全第一でお願いいたします。トントントン。よっしゃー。お、やった。クロソイ、クロソイ。これクロソイです。やったー。めっちゃ嬉しい。これクロソイですよ。明るい時間帯にクロソイ。クロソイってね、僕の経験上、メバル以上に夜行性なんですよ。なのでこのね、明るい時間帯に連れてくれるって嬉しいですね。イエイ。これね、雲ですけど、カニに見えるのかな？リリースしましょう。よっ。今ね、満潮に近づいてきてるんですけど、本当は干潮の時間帯だったら、イモグラブの脳進化を使って、テトラ隊攻略みたいな感じのね、動画を作ろうかなと思ったんですけども、まあ、またその動画は違うタイミングの時にやりたいと思います。違うか。
よっしゃ、たん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 。よっしゃー。これはなんだ？あ、タケノコメバルですね。タケノコメバル。やっぱね、カニに見えてるのかなって思いますね。夕日に輝くタケノコメバル。美しいですね。特に明るい時間帯のクロソイとタケノコメバルっていうのはね、ほんと嬉しいですね。ものすごい価値のある一尾だと思います。タケノコメバルです。がっつり食ってますね。細長いタイプもいいんだけども、こういうねちょっと平べったい丸っこいタイプのワームなんかもよく釣れると思います。よっしゃ、たん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 。おーしょ。お、これは、ガシラですね。かわいいサイズのガッシーちゃんです。よし、来た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 。よっしゃー。お、またタケノコメバルだ。タケちゃんですね。よっしゃ。だいぶ火が傾いてきましたので、活性スイッチが入ってきたかもしれないですね。うん、タケノコメバルはやっぱかっこいい魚ですね。よし、来ましたよ。ごしろ。それではですね、ちょっとあの真っ暗になってきまして、テトラタイでの釣りはかなり危険ですので、ちょっと今日はこれで、撤収したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。